おはようございます、マッチョフォルテです。シャキーン、本日は僕の普段の練習ルーティーンみたいなものをねお届けできたらなと思ってます。今日やらないといけないことを早速予定立てます。まず CD の曲たち、まあ去年ね1枚出したのですが、今年も、出そうと思ってて9月にレコーディングの予定が入ってます。でその時に熱情とかのね、まあ他の曲もあるんですけども収めようと思ってて、で、その、まず曲の練習。そして、まあ、新曲の譜読み。そして、筋トレ。で、最も大事なのは筋トレです。嘘です。まあ、それは置いといて。あともう一個やらないといけないのが、うちのフォルテマザーと、月に一回メンバーシップの方で、まあ、生配信をやってるんですが、まあ、子育て相談とかね。まあ、今回からは新しい試みで、ピアノの連弾も軽く入れていこうと思ってて、ピアノの連弾と、あと生配信っていう形でね今月はやってみようと思ってます。そのための連弾の曲を決めないといけないっていうので、まあまずその曲から決めていこうかなと思ってます。その後にね筋トレと練習をやっていこうかなと思います。てなわけで早速フォルテマザーを呼んで曲をサクッと決めていきたいなと思います。はい、というわけでね、メンバーシップの方で、月に一度母親がまあ、フォルテマザーが出演してるんですけども、今まででもまだ1回しかしたことないんですけども、音楽の悩みだったり、まあ、相談的な生配信をやってたんですけど、それプラスアルファでちょっとね子供用の曲とかも連弾で、やっぱねピアノの先生をしてるので、ピアノ先生視点での、まあ、そういう感じの子供の曲とかも連弾していきたいなと、まあ楽しみの一つでやっていこうと思ってるので、ちょっと今回曲を選びたいなと思います。フォルテマザーです。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくです。アメージング・グレースって言ってね、まあ、子供たちがピアノ習い始めた時にやっぱねやりたいっていう曲の一つを一緒にやっていきたいなと思います。じゃあほんなら有名なとこから弾いていきます。なんかつもり入ってきた。じゃあちゃんと弾くバージョンいきます。ちゃんと弾くというか、もう一回リベンジ、この初見だったので許してくださいね。それでいきましょう。というわけでね、私の、CD のための曲を練習していこうかなと思います。まあ早速やらないといけない最も大切な曲がやっぱ熱情かなと思います。で、やっぱ熱情って想像以上に長いんですよ。25分ぐらいあるんですけど、まあ一つ問題だなと思ってるのがやっぱり難しいんですよ。想像以上にテクニック的に難しいところが多いから、どうやってまあうまく弾こうかなと考えてます。こういう苦手なところからやっていきます。Thank you.
えてくる。ゆっくり。もう。次の曲、まあみんな大好きな三楽章ですよ。こういう感じでゆっくり練習もします。この CD のための熱情をサクッと練習しました。で、まあまだまだやらないといけないんですが、同じことをやっても飽きちゃうので譜読みをやります。他の曲もね、練習してます。 CD のための収める曲の他の曲も練習してるんですが、今日はちょっと熱情を軽く取り上げました。そして新しい曲の譜読み、メンバーシップの方ではやったのですが、検定の今譜読みをちょっとやってます。検定の譜読みをやってるんですが、ちょっとそれをね、今日はちょっとやっていきたいなと思います。まあ、これまだ1時間半ぐらいしかちゃんと練習しないです。忘れとるわ。やっぱダメやな。すぐ次の日にやらなきゃいけんかったな。はい、検定終わりました。検定の譜読みは、まあ、こんな感じでダラダラします。ダラダラって言っちゃったね。で、そしてやらないといけないのが、今回の CD はショパンエチュードの 10-4 番を、まあ、収録予定なんですよ。で、まあこの曲はもう得意曲で結構練習したんですけども、まあ、CD となるとやっぱきちんとしっかり弾かないといけないので、まあがっつりちょっとね、爪が甘いところ練習していきます。本当はまあ CD ではもっともっと速いテンポで弾こうと思ってて、そのテンポにまあ近づけるように練習してます。ある程度ピアノをやったら、次は筋トレをちょっとね、リフレッシュのためにしたいなと思います。これがフォルテジムです。最近作りました。知り合いの社長さんのお力を借りて作りました。それでは早速筋トレしていきます。1、8、9、10。まあ今日はね、こんな感じで軽い筋トレしか見せないんですけども、普段はね、もうバチクソにガチガチでやってます。また
公開したいなと思います。見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。